加藤美優失格問題でルール改定の動き、普通スター選手が入り申し立て。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。終着点はどこにテニスの四大大会。 全仏オーブンの混合ダブルス決勝が8日に行われ、失格騒動に揺れる加藤美優、28位イコールザイマックス、トティムプッツ、ドイツのペアが、ビアンカ・ランドレースク、カナダ、マイケル・ビーナス、ニュージーランド、組を4-6、6-4からのマッチタイブレイクを10-6で制止優勝した。 女子ダブルスでの加藤組の失格はテニス界で波紋を広げ続けており、今後は四大大会の改革議論にまで発展しそうだ。涙の劇的部位だ。第一セットこそ落としたが、その後は加藤の気迫溢れるプレーで流れを変えて2セットを練習。鮮やかな逆転劇で頂点に立った。 日本人選手としては昨年の柴原英才、橋本創業に続き2年連続での開挙達成となった。優勝スピーチでは涙を流しながら精神的にここ数日特に大変だった。女子ダブルスから色々なことがあった、と悲痛な思いをとろした。加藤はアルディラスーチャリ、インドネシア。 と組んだ女子ダブルス3回戦で、相手コートへの返球がボールガールに直撃。審判は一旦警告を発したが、対戦相手のマリエムズコバ、チェコ、とサラソリベストルも、スペイン、組が必要に抗議した結果、裁定は覆って失格の厳罰処分が下された。この失格処分が、テニス界を揺るがす大騒動となった。加藤は裁定について提訴し、 プロテニス選手協会 PDPA も処分不当とする緊急声明を発表。新旧のスター選手たちが加藤を擁護する一方で、最低の変更を求めたブズコバとソリベストルモに対しては選手やファンから非難が殺到するなど世界中が注目する問題となった。そうした騒動の渦中で果たした全仏部位の快挙に会場からは拍手喝采。 加藤は喜びを語った後、こう続けた。最後に、ローラン・ギャロス・ゼンホトケの愛称へ失格は残念だったが私の訴えに対して良い結果が出て私のポイントと賞金が戻されることを願っている、と改めて強く訴えたのだ。加藤の毅然とした行動は、テニス界全体を動かそうとしている。大会を主催するゼンホトケに対する批判が高まる中、 インドネシアメディア、スポーツオケゾーンによると、同国テニス協会の国際関係担当者ゴファルイスマイル氏も激怒。この罰はあまりにもやりすぎだ。両選手にとって非常に有害だ、と強く球団し、全仏側の対応を問題視した。またフランス放送局、RMC は以前に大会ディレクターとして全仏の養殖にタギーフォルジェ氏の見解を報道。 今回の失格問題を極めてひどいものだと一刀両断し、加藤の失格を決断したレフェリーが2020年全米オープンでのケースに言及した点も数年前のノバク・ジョコビッチの件とは全く違うと批判した。地元の重鎮による言葉は重く、全仏への風当たりがさらに強まることは避けられない。 さらに事態は4大大会全体にも波及しそうだ。フランスのスター選手であるアリーゼ・コルネ33は今回の問題を解決するためにビデオ判定による異議申し立ての制定をと訴えてテニス界から賛同の声が続出している。加藤問題が契機となり、ルール変更が議論される風向きとなってきたのだ。 騒動の発端は、加藤が原因だったことは間違いないが、悲劇のヒロインとなったことで、一躍テニス界で脚光を浴びる存在になっている。東スポウェブ。